ペットボトル、おお出てきちゃったね。どうですかこのリアリティ、リアリティのマグマ感ありますね。マグマ感ある。火山の噴火モデルをこれから作ります。理科教育ニュースっていうので1月号で監修したんだけど、それ実際に作ってみようかなと思うので、はい、じゃあね、早速なんだけど、これペットボトルのちょっと小さい方ね、ここに最初に石膏とね、これ重曹もう測ってんのね、うん、実はこれ割合決まってるんだけど、それは内緒はい、企業秘密。石膏と重曹、重曹、まあ炭酸水素ナトリウムだね。でこのね、紙でこう筒にしとくとね、結構楽に、こういうの、お、結構これ入れるの苦労すんだよね、あの薬包紙とかさ。薬包紙すごいザクザク入ってきますね。そうそうそう、これ結構いいんだよ ね余った紙でこうで、こうセルテープで留めとくとね、でこれあの最初に混ぜてから入れなくても、もう入れた時にもすでにこう混ざってくれるから、これ非常になかなか優れもんです。いいですね。でこの状態で、これがね、山の本体になるんだけど、そのうちどういうふうにやるか大体ことが分かると思うんだけど、これをね、いきなりこう粘土で固めちゃうとすごい粘土の量がいるのね。だからアルミホイルとどっちが高いかって話もあるんだけど、ね、でもアルミホイルも結構使うは使うんだけど、結構ね、あの、なんか使うじゃない、まあ、でもね、最小限の量で、ああ、ちょっとすごい、すごい、すごい、いや大丈夫大丈夫、うん、これは山になる、これでもね、後でね、こう抜けて、うん、使い終わった後もまたね、再利用できる、それが結構優れてる感じ。ここは後で映像的には端折っちゃっていいところなんで、これは残しとく。本当はね、富士山作りたいんだけどさ、富士山が爆発するなんて、噴火するって言うのが縁起でもないから、そうですね。うん。山っぽく見えてきた、うん、まだだ、ちょっと、これじゃタコだな、タコじゃないの。あ、メンダコみたい。あ、メンダコっていうの、あの、沼津の沼津のですね。うん。先生が作ってこの見てるんだよね。はい、次。次もなかなかあれなんだよ。これもね、粘土ですね。粘土と。そうそうそう。粘土もね、100均のだ。この1個で。結構ね、結構できるんですよ、これ1個で。でも急激に山感が出てきた。あの、粘土1個でここで、まあ、できちゃうのね。すごいでしょ。だからこれアルミホイル使うと、これだけで結構。アルミホイルだいぶ犠牲になってますけど、ね、でもまあ元の方が ね、あの、これはもう、あの、粘土だけでやったら結構な量になっちゃうね。で、これ鱗みたいにして、で、丁寧じゃなくても、ほら、いかにも山感があるじゃない。そうですね。そういうゴツゴツ感ね。ちょっとあの、なんか、なんだっけ、クラゲみたいだけどさ、その、工作用紙、半分切ってね、はい、で、こう、テープでこれ留めて、器にしてあるのね。で、ここにこんな風に置いちゃう。あとでこれこぼれないように、まあこぼれることもあるんだけど、はい、ね、でこれだけじゃつまんないので色をつけたいのね。じゃあね、絵の具3色用意したんだけど、ね、なんか楽しいよねこういうのね。子供は大喜びでやりますね。アートって感じがするな。まあ、色塗るって意外とないですから、ないよ ね。これ完璧に塗らなくてもそれらしく、ね、なんか石膏にね、青いでしょ、青い裾をつけてあげると、ね、日本一の山に見えるんだけど、でもさ、あの、日本一の山が噴火するなんていうのはさ、ちょっと縁起が、ね、縁起でもない、地元だしさ、ちょっとさ、はい、ね、とあるね、はい、どこからクレームがつくかわかんないからさ、とある山です、ね、とある山ですよ、ジャパニーズマウンテン、ね、3776だっけ、少し変わったんだっけあれ。山って成長するの？あれはエベレストか、なんか計測の誤差ってことかな、はい、こんな感じね。でこれだけだとちょっと雑、あまりにも雑すぎるので、ね、ちょっとこの下の方は町、緑色、ね、森か、樹海、まあ、樹海、そう、樹海、森ですね、樹海っていうね、そうね、草を生やしているわけ、ね、急になんか山っぽくなった ね、ちょっとね、ちょっとあの
映像的、映像っていうかね、ちょっと雑に見えるかもしれないけど、このぐらいの短い時間でできるよっていうこと、ね、はい、もう一つね、赤はあるんだけど、はい、これはさっきさ、この中に、そうそう、重曹と石膏入れたよね、はい、これドロドロして、実はこれ PVA です。それをある、比率で水でこう薄めてあるんだけど、まあ、どのぐらいのその薄め方かはちょっと内緒、企業秘密。あれこれそうだね、絵の具これ直接入れてもよかったね、これ。ちょっと無駄になっちゃったけどね、どうせだったら色つけた方がいいでしょって、溶岩っぽくて、ね、そうですね、仕上げね、何やるか分かるよね。ね、火山が噴火するみたいにドロドロドロってなるんですけど、この PVA のりを入れるとドロドロ感が できるのね、うん、このまま反応させてしまうと泡が出ることは出るんだけど、そのまま流れちゃうことがあるのね、うん、これ結構のりが大事っていうね、ちょっと入れてみるね。ダダダダダダダ、すぐにはね噴火しません。すぐに噴火しないんですけどね、ちょこっとここでこちょ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 ってこう、あとでね、乾いてからもう一回ね、このペットボトル、おお出てきちゃったね。どうですか、このリアリティ。お、粘りがすごいっすね。ですよね。ちょうどね、なんか海苔とこの水の配分をコントロールするといい感じになるみたいね。ね。で、ペットボトルって口がほら、そばまってるから、ちょうどこれがいい感じね。あれが、あまりこれ広すぎると、あんまここまでこう、集中しちゃうと広がっちゃうのねっていうね。こんな感じですかね、うん、本当はね、もうちょっと余裕があったらトーチバーナーで周りの絵の具を乾かしてからやろうかなと思ったので、その前に噴火しちゃったので、でこのまま終わってもいいんだけど、このままね、反応がこうやって収まった後放置しておくと、次の日には結構乾くんですよ、うん、次の日っていうかね、乾いて、その噴火モデルそのものがその教材としてね使えるんですよね。回したりこう観察したりできるので、今ちょっとまだね柔らかいからちょっと触れないんだけども、落ち着いてくるので ねちょっとこれで様子見て、ね、一回ちょっと止めてもらって、これで様子見るといいです。なんかプクプク呼吸してるみたいで、今止まっちゃったかな、止まっ、うん、ちょっと刺激してみるね。よいしょ、もうでも大概反応終わってるとは思うんだけど、あとこの後ね、これがダーッと少しこう流れてくるので山の形が見えるようになります。はい、じゃあ一応これで明日まで待ちます。明日っていうか、もうちょっと時間置くと少しこう落ち着いてくる感じ。はい、火山の噴火モデル工作実験でありました。はい、はい、短い時間でできたってことね。かなりそうですね。かなり短かったでしょ。はい。ちょっとホイール使いすぎちゃったから、結構コンパクトな時間でね。はい。うん、簡単にできます。あ、これなんかひびが割れて感じでいいでしょ。ほら、そっち見える？あ、ひびっていうの。マグマ感ありますね。マグマ感。ポコポコしてる。発泡してる感じがするよね。うん、実際発泡なんだけど、ね、はい、結構楽しめる教材じゃないかなって思ったりするんです。はい。あとで固まるんでね。うん。固まる。展示もできるってこと。はい。じゃあそうです。はい、ありがとう。